ベクチさんふし友人感謝していただきます。台風の潮風で畑がやられることをいろいろずっと考えてて、農家の人たちってこういう、まあ海辺でもろに潮風が来る畑っていうのはどうやってんのかなと思ったりもしたんですよ。で、まあ島で畑があって、まあ潮風っていうのは多少なりとも来るとは思うんですよね。でも俺の場合って結構もろに来るような気がする。それでなんかいろいろ見せたらあるところにたどり着いたんですよ。防風ネットっていうものがあるらしく、要は風を止めるネットなんですけど、こう、まあものすごい強烈な台風が来たら、まああれもダメなのかなとか、それを抑える、まあ杭かなんかわかんないけど、あれもしっかりしないと、とか思ったり、なんか結局、風がそのネットに当たって、その風の力をこう弱くして、後ろに多分流すようなシステムですよね、おそらく。ほら、壁だったらさ、直に受けてこう、プレッシャーがかかるけど、あれだとプレッシャーをちょっと逃がしますよね、中にね。そういうことなのかなと思って。防風ネットいろいろ調べたら、うちの、まあ、俺のその畑のウッドデッキのちょっと右側に、なんか不法投棄らしきものがいろいろある。テレビとかなんか洗面台とかさ、なんかこう、何やろ、なんかカップラーメンの入れ物みたいなやつとかさ、なんかあるんですよ、いろいろ。あんまりじっくり見てないけど。でね、そこに青いネットがあるんです。長い、クソ長い、どこまで長いのか知んないけど、引っ張り出しも何回引っ張って出てこれない。この防風林をいろいろ調べたら、同じものが出てきたんです。だから、あれは、防風林で以前多分あそこの畑で使ってたんじゃないのかなって俺は思ったんですけど、以前この目にした時に、このネットなんか使い、まあ綺麗だからね、まあぐっちゃぐちゃにはなってるけど、物自体は綺麗なんですよ。だから、ああや太陽に、まあいつからあそこにあるのか知んないけども、太陽を浴びて、塩害浴びて、あれ、それであんだけ綺麗なんだから、やっぱりそういうなんか強い素材でできてんのかとか思ったりして。前も引っ張り出そうとしたけど、もうそれで諦めたんですけど、なんか木というか、なんかこう雑草にこう絡まってて引っ張り出せなかったんですよ。で、またね、引っ張り出してやろうっていう、こう、意欲が出てきましたね。で、この前の台風9号の、せいで、あの辺の雑草がもうかなりぶっ倒れて枯れちゃってるんですね。で、今がチャンスなのかなと。で、コンテナも来たし、
あそこ綺麗。もう、なんていうの、引っ張っただけなんでね。どこに絡まってんのかわかんないから、もうやめたってなったんですけど、もうしっかり見て、多分、丁寧にやっていけば、多分全部出てくると思うんですよ。で、おそらくなんか長そうな気がするんで、あれ、まあ、ね、綺麗に使えてんのか、まあ、出して、引っ張り出してみないとわかんないけど、まあ、そうこうやってるうちに、まあ台風シーズンもなんかね、終わっちゃうかもしんないしね。でもあっても、いいのかなという。まあ、なんていうの、その、市が出している、沖縄が出している、その、農業やってる人のための、その、農業、暴風対策みたいな、なんかそういうのをずっと見てたんですね。そしたらなんか、やっぱり塩害ですね。塩の害とか、風とか、そういうものに、の対策の仕方とかすごい載ってて、それをこう、まあ見てて、なんかこう、盛んなのが、サトウキビ、ゴーヤ、サトウキビ、ゴーヤ、マンゴーみたいなこと書いた。なんかその沖縄でね。で、それを、なんか台風が来る時期にやることは、なんかまあ、防風林を設置するみたい。防風林で守るとか、防風ネットを使うとか、あとは、その、つるになってるやつを一旦下に下げるとか、なんかそういうこともいろいろ書いてた。なるほどなと。で、まあ、なんだったっけ。まあ、その台風が来るときはもう一時的にも全部、なんかこう、畳んじゃうみたいなことも書いたから。まあ、俺は別に今畑に何かあるっていうわけじゃないんですけども、知ってて損しないからね、これからね。だまあ、あそこな。まあ、この台風シーズン、7、8、9、10か？ 8、9、10か。いや、7、8、9、10。9月がなんか、一番強烈っぽいもんね。何もしないのかな、農家の人ってこの時期。まあ、むしろその、まあ、地域にもよるよね、沖縄とかさ。あと、まあ、俺、その、まあ、立地っていうのは、まあ、かなり重要ですよね。うちみたいにさ、海のど真ん中、海の目の前っていうのさ、もうビーチの目の前でやってるようなもんでしょ、あれって。目の前に家とか何かしら建物があれば、多少はなんかこう、ね、その塩分量が減るのかなとかさ。なんかやっぱり、まあ引き続き、まあやりますけどね、やるけども、まあ山の方でも、まあいろいろ探してもいいのかなとか、あとは、新庄さんのとこちょっと借りて、のパパイヤの栽培も今検討してますね。上ね。山の上。もう検討中。もう一回、結構ね、ま、なんつうんだろう、パパイヤに関しては、あらら、ちょっと待った。あ、オッケー。パパイヤに関しては、まあ、バナナもそうですけど、風がね、何かしらのさ、こう、防御できたらいいけど、もう直でこう来んじゃない？風が。まあ風の方向にもよるけど。だからあまり高いものってかなり不向きな、あそこは立地なのかなって思うんですよね。例えばバナナとかパパイヤとかでも、
木が倒れるぐらいの強烈なやつがこれからももっともっと来る可能性もいっぱいあるし、でもかといってね、地低いものでもまあいいんですけども、でもね、やりたいんですよね。かなりリスキーだと思うんですよ。ね、もう広がった海の目の前での、まあ、山側のゼミするっていうのも、まあ一つの案なんですけどね。まあ、難しいな。防風ネットか。あそこじゃ無意味かもな。むしろあそこってなんかもうあまり高いものっていうのは、もちろんその防風ネットもそうなんだ。あと、例えば街の中で風速が50メートル瞬間に吹いたとしよう。同じ状況であそこで吹くのと、多分あそこ50、その被害のパワーが違うと思うんですよね。建物があると建物にこう風がヒットして、こう多少は和らぐとしても、もう、やっぱりこう時間をかけてね、こう育って、それが一瞬でやられるって考えたら、なんか考えただけでももうすでにショックを受けるんですよね。だっておそらく今バナナを植えてる場所なんて、結構まずいと思うね。まあ、とりあえずあそこ、もうね、根張ってるから、まだ低いからいいけど、もう大きくなって、株が出てくるんで、株が出てきたら、あそこではちょっとこう、壁側の方に移動させて、こう、移植していく予定ではいる。あそこ、だから、ウッドデッキは低いんですよね。低くて、あそこはね、やっぱ低くて重いから、で、こう、高さがちょっと、こう同じ位置で見ると、やっぱり草があったり、こう、目の前にコンテナがあって、多少のものがあって、こう、まあ、低い位置にあるんですね、あそこだと。だからまあ、俺の素人的な考えですが、あれはかなり、やっぱ低いと風の抵抗って当たんないじゃん。低い場所にあると。な。ただ今、コンテナ1台ぶち込んだでしょ。コンテナ1台ぶち込んだから、あれが風が受けんじゃないですか。あの分だけ。いやもう、ね、あんまりごちゃごちゃすると風の抵抗を受けすぎてね。こうウッドデッキ持ち上がる可能性あるじゃん、いろんなもの乗っけて。まあ、確かに重いけど、最近台風の映像とかちょこちょこ見てると、なんか、鉄柱みたいな、なんならまあ、鉄柱みたいな、電信柱じゃなくて、もっとこう、鉄でできたガッチャンやつが倒れてたり、バッティングセンターのなんかこう、なんかめちゃめちゃでかい、なんかこう、鉄でできたやつがぶっ倒れてたりとかしてるの見て、トラックが倒れるのはわかるんですよ。まあ、風を受ける場所がもう広いじゃない。でも抑えてるっていうか、もうタイヤで
ね、そこを乗っかってるだけだから、それは風が動けば、下が床にペタンってくっついてても、まあ、転がるけども、やっぱり影響を受けやすいけど、ああいう鉄柱っていうのがぶっ倒れるっていうのが、まあ、かなり固定されてるとは思うんですけど、それが倒れんだから、いや、ウッドデッキも、あんなに比べるとね、めちゃめちゃ軽いしなって。だからまあ風の抵抗がまあ確かに低くて当たらない分いいけども、まあそれも、ね、タイミングかもしんないよね。まあ、俺なりにはそれなりに強くしてるんですけど、多分、これの10倍ぐらいやんなきゃいけないかもしれないね。その本当に強烈で、本当タイミングが悪い方向から風が来て、それが一定期間同じ力をそこに与えられたら、ふっと、ね、新さん言ってたもん、一回浮いちゃうともう飛んでいくみたいなこと言ってたから。まあ、かなり思いが人間の力じゃないからね。そんなんでバナナ、もうあそこの風を止めるなんて、まあ、不可能に近い。それだったら、風が弱い場所に移動させることの方がいいのかもしれないね。だってネット張って、ネットを固定してるものが、根こそぎ持っていかれない。確かにネットは、風をこう当てながらもちょっと外に出すでしょ、中に。だからまあこう揺れるし、風の抵抗は弱まるとは思うんですけど、それでもやっぱ強烈な風がバーッと一気に当たると、その抑えてるもの自体がもうかなりの強度を増さないとっていう感覚はちょっとあるね。だからいやー、まあ、まあね、今シーズンだしね、これから、9月で平均、9月平均5個来てるみたいなこと、なんかニュースで、5個だったっけ？ 9 個だったっけ？ 5個だったっけな、平均来るらしいです。9月ね。今何個来て？1、2、3個ぐらい来てもね、確か。まあ、9月ではなかったか。まあ今、テーブル作ったり、椅子作ったり、脚立作ったりとか、するのはいいけども。ね。飛ばされる可能性があるね。まあ、飛ばされないようには工夫はするけどね。まあ、俺の頭の中で今ちょっと考えてるのは、まあ、何かに縛り付ける的な感じですよね。まあ、木だったら木にこうロープでぐるぐる縛り付けて、まあ、固定するみたいな、下の方に。それが一番安全なのかもしれないね。あそこの神棚みたいなとこあるけど、あそこに入れるとまずいね。かなり、お墓みたいになってて、守られてる感があるね、それ。まあ、ちょっと引き続き防風ネット見て、まあ、あれを使う感じではいようと思ってんで、あれをちょっと引っ張り出してやろうかなと。今少しずつ道具揃ってきてるから、まあ、あっちでいいんで。ただね、電池ドライバーをですね、今ちょっと貸してるんですよね。一回貸すとさ、なんか返してくれって、ちょっと。言いづらい。あっちも使うだろうしね。
っていうのをちょっと貸した時に思ったんです、それ。貸した後に思った。俺も結構今すぐ使いたいわけですよ。電ドラ。今これ畑そんなやってないから、まあそんなって前からやってないけども、ものづくりを今ちょこちょこやってるから、必要なんですけど、貸したばっかりね。あっちが使ってた借りづらいしね。もう貸さなかったら貸さなかったらね、あっちも困るだろうしね。まあ、思い通りに作業が進まないですね。まあ、台風が今近づいてきてて、レベル3ってさっきアラート出てて、前回がレベル4まで出たんで、まあそんなにあれなのかなと。ここはね、なんとか大東島だったっけ？あの辺がかなりやばそうな感じで、なんか言ってたけど。明日が多分ピークなのかな？こっちは。だから明日、結構今回なんかスピード、まあ早いんじゃないですかね。結構スッと行っちゃうんでね。明後日からまた、ることがいっぱいあるけど、電動ドライバーがないんです。あることはあるんです、浜比嘉に。一番俺が今使いたいものが電ドラなんですよね。新庄さんに人がいいからさ、貸しちゃってるんですよね、人に。でも台風シーズンね、みんな電ドラが必要なわけですよ、その固定したりいろいろ家を守るために。家を守るのか何を守るのか知んないけども。で、それで貸しちゃったわけで、あっちが必要ですから。で、新庄さんはないでしょ。新庄さんも優しいから、もういいよって言って貸したって言ってたけど。って言ったから、ああ、そうなんだ。じゃあ必要ですよね。っていうことで、じゃあ俺の使ってくださいよって貸したけど、貸した後よく頑張って、俺もめっちゃいるしなと思ったけど、まあいいやと思ったけど、まあ、やりたい、今思えば今やりたい作業が全くできないな。まあ今俺がやれるのはドライバーでこうグイ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 入んのかなとか、いろいろそういうことも考えて、まあ入らないことは、まあないのか。まあ、違う、使ってなかった。でもね、使ってない時に書いてもね、その時、その後にやりたかったね、作業ができないだろうしね。困ったね、作業がうまく進まないですね。施設作りにしても、キャッツ作りにしても、テーブル作りにしても、流行らないと。できなくはないんですよ。だ甘えてるんですよね。ドライバーがあるんですよ。でもね、ノコではいきますよ。このノコでね。これは、今日かな。明日はもう一日中天候悪そうなんでね。まあいろいろ作り物して、準備して。で、こっちで準備したものを、浜比嘉持って行って、まあ組み立てていくっていう作業をやっていきたいんですけど、いやー、まあドリルがないとうまくできない。
いつまで。いや、いつまでっつっても、もういるからね、こっちもね。一応、ドリル帰ってきたら、言ってくださいっていう言っといたけど。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。困った。